そういう感じなんだ。はじめまして。そういう感じだよ。君が新しい旅人かい？そうです。僕は風の案内人のウェンティ。僕は山田。よろしくね。よろしく。今回君が初めて原神をプレイするって聞いたから、ここはテイワットのことなら何でも知っている、テイワット一有名な吟遊詩人の僕が君をナビゲートするよ。ちなみに、はい、山田は、原神について知ってたかい？存在は、原神は2020年9月28日にリリースされたゲームで、 PS4、PS5、PC、スマートフォンでプレイできるんだ。今回山田には PS5 でプレイしてもらおうかな。はい。それじゃあ早速原神の舞台であるテイワット大陸へレッツゴー。レッツゴー。さあさあ、つまりお前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。さあ、ここでどっちのキャラクターでプレイするのかを決めてもらうよ。男性。お、男性で行くんだね。名前。名前。まさか。山田。まんまじゃないか。まんまでいいじゃないか。まんまでも僕は悪くないと思うけど。いいかい。どうぞ。じゃあ山田。山田で。お、そして。どうするつもりだ。よくも俺の妹。妹。そうなんだよ。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あ、でも山田でよかったんですか、妹ホタルだし。そろそろ出発の時間だ、行こう。おい、ひらり。そうなんだ、ここから動き出せるようになるよ。絵が可愛いですね。さあさあさあ、そして自由に動いてみてくれ。ジャンプも剣で切ることもできるよ。そう、ダッシュもできる。さあさあ、山田の冒険が今始まったよ。おっ、早速スライムが出てきたね。ちなみに丸の連打以外にも丸を長押しすると銃撃って言われてる、ちょっと強い攻撃を出すことができるよ。お、さっきのと色が違うのが分かるかい？赤いね、炎だね。そうなんだよ。長押し。おい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 、どい。そしてこれが緑になったの分かるかい？三角ボタンの先が。元素爆発。これを押すとすごく強いスキルが使えるようになるよ。強い。いいね、躊躇なくスライムをザクザクと。スライムはね、切っていいって教わったから。さすが山田だね。なんかまたいた野生動物が。捕まえ。この世界は結構好戦的なんだね。獣肉を手に入れた。なんか可愛い動物を叩き切って。躊躇がないところがすごく素敵だと思うよ。いや、ちょっと分かんなかったから。そして、はい、また綺麗なムービーが、広い。どうだい、広いね。すごく広くて緑が生い茂っている。いいところじゃないか。いいところなんだよ。こんなところで剣を振り回していかんね。大丈夫、みんな比較的剣をよく振り回してる。あ、そういう世界なのか。そうなんだよ。結構いろんなところにこういう木の実やら何が。あ、リス。あ、今回は無益な殺傷はしないんだね。しない、あの、体力あるから。山田は心優しいね。一応カメラが回ってるからね。カメラも大事だからね。そのまま泳げるぞ。泳ぐ。そうなんだよ、そのままずっといろんなとこ泳ぎ続けてると、溺れて元のところに戻っちゃうんだよ。なるほど、これまたスタミナの。そうそうそう、スタミナあるうちは泳いでていいけど、その通り。前に上がると
いいね、山田はゲーマーだからすごく理解が早くて僕も助かるよ。これ鶴じゃない？飛んでったの。ちなみに、はい、その鶴も撃ち落とすことができるよ。鶴食べちゃう。鶏肉になるよ。わあ、そうだよね、鶏肉だよね。そうだよ。鶴の味知りたくないなちなみにそのままだと食べれないから、うん、料理をすることになるんだ。なるほど。そう、そういうのがどんどん増えてくるわけだ。そういうことだ、ね、スキルがね。もう冒険の国、この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。こういうパターンが選択肢が出てくるんですね。この力の源、やはりおかしいよ、あんまり否定はしない、うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。鳥はこれ刀じゃ無理だな。なに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 、おい、そういうの来たよ。それでかい、あの大きい竜ともいずれ相まみえることになるから楽しみにしていてね。敵がいた、強そう、レベル4。お、なかなかいい剣さばきだね。敵に隙を与えずに一方的に攻撃できてるじゃないか。初めてなのにサクサクと進んでって、見てる側として警戒だよ。すごく分かりやすい、あの目的地が出てるから。うん、あんた待ちなさい。また来たぞ、新しい人が。新しい子が。アンバー、そのマスコットは何なの？すごい、この選択肢非常食だ。比較的危ないのを選んでもパイモンだと大丈夫だと思うよ、僕は。非常食。全然違う、マスコットイカじゃないか。なんかいまいちなツッコミだった、まあ、パイモンはちょっとオリジナリティに溢れてるからね。なるほど。今までは結構剣ばっかり使ってたじゃないか、うん、でもここからアンバーが加入することで、うん、弓を試すことができるようになる。鶴を打ち抜けるってことだね。そうなんだよ。アンバーに切り替える。お、すぐ切り替える。そうなんだよ。山田、ポイントが来たよ。鳥、頑張って山田。お、できたよ、焼き鳥できたよ。焼き鳥になったね。あ、でも結構逃げられてしまったね。そうだね、結構一匹が撃たれるとすぐに逃げちゃうから。山田はメキメキと弓の腕が上がってくね。うん、ついてくれるかな。欲しいよね、やっぱり。鶏肉はあって困ることがないからね。これでもね、うん、こういうあのほらさっきからこう木の実とかいろいろ落ちてるじゃない、うんうん、ああいうやつね、全部拾いたくなっちゃうんだよ僕は。わかるよ。わかる？僕もすごくそう。でもこれきっとキリがないよね、これやってたらね。そうなんだよ。ちなみに原神は、うん、音楽もすごくこだわっていて、うん、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団が演奏してるんだって。へー、すごいな、このね、バックの BGM が。そう、どこでしたっけ？ロンドンフィルハーモニー管弦楽団ね。もう一回噛まないかなと思ったんだけど、ね、比較的噛みがちだよ。さあさあ、そしてモンド城の中に入ってきたね。うん、うん、前に進む、怖いよ。ここから前に進んで止まってくれたらよかった。バーツを押す、ジャンプボタンね。おお、そう、これで滑空して安全に飛行することができる。危険ですので絶対に真似しないでくださいってこと。まあ一般の方には風の翼が生えてないからね。そうね、お子様もゲームしますからね。そうなんだよ、そういうところにもきちんと配慮していかないと。素晴らしい、お子様でも安全にプレイできる、そう、ゲームです。ゲームです。お、倉庫行ってるうちに来たね、出たよ、さっきの来たね。怒ってるよ、怒ってるよ。うわ、冷静、山田は冷静。いやー、そう、すごい風圧にも全然戦えないよ、こんなのとは。こんなのとは戦えないよ、まだ。そう思うだろ。弱いよ、山田まださっき冒険始めたのに。山田はでも戦えちゃうんだよ、いけるよ。あ、なんか出せた。そう、これ当てろと。そ
そういうこと。おお。あ、絶対背中の羽が弱点取れる。あ、むずー。優しい攻撃してこない。ご覧ください、一方的に山田がドラゴンぶちのめしておりますよ。強い強い、山田すごい、逃げる、逃げるだけしかできないドラゴン。山田強い、冒険的だ。始めたばかりにもかかわらずドラゴンをボコボコにしておりますよ。山田しかも結構当てるのが上手だね。いや結構ちょっとむずいね。でもどうやら敵だったらね、もっとね毒々しい色にするはずだよ。山田はなかなか推理力もあるね。そうなんだよ。そして山田があの竜を、うん、追い払えたのかな。追い払ったね。もうまた新しい人ですよ。大変だ、覚えられないぞ。どんどん出てくるよ。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た山田さん。やっぱ何回見ても山田さんっていう文字に慣れないものだね。いい、これすごくいいチョイスをしたなと思っているよ。これはずっとやっちゃうやつだね。そうなんだよ。また新しいキャラ出てきた。また出てきたジン。すごいね、どんどん人が出てきて、みんなこの、うん、頑張ってコスプレしそう。これはかなり難しそうだよね、作るのが。うん、でもコスプレの人たち頑張るじゃないですか。うん、ちなみに山田は今まで出てきた女の子の中だと誰が可愛いなとかするのはあるのかい？リサだな。あ、リサ。リサがいいな、これ。リサのどういうところが好きだい？ゆっくり動くところ。ゆっくり動くところ、うん、そうだね、比較的彼女は知的な感じだからね。なるほど、うん、やっぱ映像が綺麗だとついつい見入ってしまうね。ね、アニメ見てるみたいですね、うん。すごく今4人から見られてるよ、山田。お前視線の圧がすごいね。お前誰に話しかけるんだって。まず誰を選ぶんだって言われてるような気がするよね。すっごく見られている。ストーリー的には結構人が揃ってきて、うん、これからまたどうなっていくのかっていうところなんだけど、うんうんうん、キリアンというのがここで解放されたよ、うん、これはね、まあ、あの山田の世界だとガチャっていうものだね、うん、なるほどね。あの、はい、あの現実世界で頑張ることによってこの空想世界で力を得れるというやつですね。山田は本当に理解が早いね。じゃあガチャに行ってみないかい？ガチャやっていいの？もちろんだよ。マジ？じゃあこれにします。じゃあこのこれはこの人が、そうだね、勝利だね、大院長氏で、この勝利っていうのは、うん、岩元素の星子のキャラクターで、なるほど。でまあ、彼はすごく博識で、うん、ただこう一方で金銭感覚に関してかなり抜けている、まあ、ギャップがすごくあるキャラクターかな。ギャップ萌え。ギャップ萌えってやつだね。でも勝手にお金使われたら困るよ、みんなで冒険するのに。そうだよね。よし、それじゃあ準備ができたから、うん、10連が引けるよ。できた。そう、いいね、ガチャの演出も。うん、すごい剣が出た。剣が。そして、おお。ちなみに原神は、うん、星さんの武器でもめちゃくちゃ使えるのであったりとか、うん、こう強くすると逆になんていうのかな、普通にパーティーの中に必須だったりする武器もあるから、うん、すごく星さんでもちゃんと取っておかないとっていうものが多かったりするよ。なるほど。山田が今回引いたやつだと、うん、星4以上確定だから、お、キャラクターが来たね。キャラいっぱいいるんだ。そうなんだよ。なるほどね。火だね、この子は。そう、で、この子は長い武器っていう、その槍で使うキャラだね。だね、せっかくだから、この勝利と会ってみたいと思わないかい？やっていいのかい？よし。さあ、好きな誰と出会えるかな？うん、うん、どんどん行こう。テンポよくね。さあ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 、本が出てきた。これはほうき武器だね。
いわゆるさっきのリザのような。あ、お、レザー。レザー、体験キャラだね。お、そして星音が2つも出てる。本当だ、弓矢が出てる。飛んでいこう。いいね、山田にためらいがなくなってきたね。次は誰が来るのか。ちなみに武器にも限界突破システム的なのが採用されているから、うんうん、同じ武器が出ても特性を強くしたりとか。なるほどなるほど。お、そして絶弦はめちゃくちゃ強い弓だね。星4つ。そう。お、またなんか来た。お、すっごいぞ。これは今の時期、ね、最近実装されたキャラだよ。さっき横にいたよ。そうそう、三味線。この子も体験だね。すごい。これ、そして火だね。そう。お、うん、さっきのか。よし。お、お、光ったね。光ったよ。そこが来るよ。なるほど、今の黄色く光ったのが星5の。そうそう。そして多分だけど星音も出るね。なぜ分かんない君は。紫と金色の光が一瞬出てたから。君結構ガチャを引いた経験があるな。なぜ分かったんだい。そんなに詳しいなんて。そうだね、僕は。お、お、7だね。7。この子は星5のヒーラーだね。すごい、回復できるんだ。じゃあそう、回復はすごく強い。お、またさっきの出てきた。勝利ではなかったけど、星5の強いキャラが出てきたね。あの子。じゃあラスト10連にします。それじゃあ、ラスト10連というお達しが来たけど、無事勝利と出会えるのか。思ったより引きが強くなかった。どうだ、僕の。光らない。おお。紫。まあ、紫でもこのゲームめちゃくちゃ強いんだけどね。そうよね、星4つだもんね。そうなんだよ。体験がいっぱい。すごい、すごい、16連射か、山田。すごく速いよ。もう星すらもう影しか見えない状態で今。引け。来るかな。光った。光ったぞ。黄色く光った。うっ、なんか違う。この子も体験だね。体験のキャラすごく。もうあんた飛ばせ。お、あ、あ、山田。何？出た。山田今。なんか出た。今光ったのが出たんだけど。鬼の16連射で飛んでしまったよ。大丈夫、後で出てくる。見れるか。そうだね。お、お、これか。これは勝利だね。おめでとう。出の瞬間飛ばしちゃったよ俺。じゃあアップにしとこせん。そうだね。さあ、今回初めて原神をプレイしてみたんだけど、どうだった？ちょっともっとやりたいよ。うん。せっかくキャラも増えたし。うんうん。あのほら、だってドラゴンがまだ何者なのか分かってない。うん、まあここ実は僕が借りてる部屋だから。そうなのかい。そう、うん、山田にいつでも来てもらいたいなと思ってるし、まあ、あのお風呂とか、うん、あの勝手に使っていいし、キッチンもあるしね。そうだよ。じゃあ住んでいい。あ、そうだね。僕がいない時だったら全然いつでも。今日はだってお家帰るでしょ。うん、じゃあもう帰っちゃうよ。じゃあ僕はここで今日は生活するよ。分かった。じゃあこのまま山田にはここで生活してもらって、うん、楽しんでもらおうとするね、うん、それじゃあまたね。またね。気をつけて帰ってね。うん、うん。